大型村は、かつて、新潟県中間原郡にあった村。1943年6月1日の新潟市への合併によって消滅し、現在は新潟市東区の一部となっている。以下の記述は合併直前当時の旧大型村に関しての記述であり、現在では名称等が異なる場合がある。なお、ここに記述されていない内容に関しては、 新潟市などの記事を参照。1901年から1943年まで存在し、村役場は海老ヶ瀬に設置された。現在の新潟市東区高度本町にある大型神社より見渡した土地は提出地帯であり、かつては潮の看板によって大きな沼地が現れ、大きな型のようであった様子から大型となり、最終的に大行となった説が有力である。 大行小学校の起源となる大型尋常小学校は、大正12年4月1日、海老ヶ瀬、本所、松崎、津島屋の4つの尋常小学校の合併により、誕生する。これら4校の尋常小学校の中では、海老ヶ瀬校の設置が最も古く、明治8年5月の設置である。1941年の国民学校令の施行により、 大型村大型国民学校と解消し、その後1943年の新潟市への編入に伴い、新潟市立大型国民学校と解消。現在は旧村域に東日本旅客鉄道白新線大型駅が設置されているが、当時は未開通。注車区出店。ありがとうございます。